スーパーボールのハーフタイムショーで問題が発生した場合、そのミスは致命傷になることがあります。ウォッチモジョへようこそ。今回はハーフタイムショーで起きた出来事トップ10をご紹介します。このランキングではハーフタイムショーの中で人々を怒らせてしまったり気まずい思いをさせてしまった瞬間を見ていきます。パフォーマンスが悪いと言っているわけではありません。パフォーマンスそのものよりはるかに記憶に残っただけのことですから。第10位、スイートチャイルドオブマインを歌うファーギー。ハッピーメイド。That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. ブラックアイドピースのパフォーマンスはぎこちないダンスから奇抜な衣装まで最悪でしたが、元ガンズ&ローゼズのギタリストスラッシュがギターを弾きながら登場してくれたおかげで、全ては救われたかのように見えました。しかしファーギーが歌い始め、その希望も消えてしまいます。彼女は歌声を披露する代わりにガンズ&ローゼズのフロントマンであるアクセル・ローズの真似をすることを選んだのです。第9位、ディズニーで盛り上がる。1991年、ディズニーがハーフタイムショーをプロデュースしました。しかしどこが最低だったか決めるのが難しいほど。あるいはディズニーキャラクターが着ぐるみを着て単にショーの一部になったことでしょうか。メイン役とはニューキッズオンザブロックでした。だってそれはフットボールファンを楽しませるには完璧なグループですもんね。頑張ってよディズニー。第8位、氷上のハーフタイムショー。 Hi everybody! Come on and feel the cold!1992年のハーフタイムショーではウィンターマジックというテーマのもと、白と青の衣装を着たパフォーマーがウィンターワンダーランドやくるみ割り人形などを踊りました。アメリカのオリンピックスケートチームにもスポットが当てられ、著名なスケーターたちがステージでその才能を発揮しました。 I want one moment in time.残念ながらこのショーはまたしてもフットボールファンを置き去りにして、オリジナリティを追求することに重点を置いたショーになってしまいました。翌年はマイケルを起用してくれましたけどね。第7位、レフトシャーク。2015年のハーフタイムショーでケイティ・ペリーはサメのコスチュームを着た2人のバックダンサーと一緒に登場しました。左のサメ、明らかに振り付けについていくのに必死でした。視聴者からはサメが暴れていると非難され、誰もがその話題で持ちきりでした。踊れるサメよりも滑稽なのは自分が何をしているのか分かっていないサメなのです。第6位、インディ・ジョーンズと恥知らずなマーケティングギミック。 Hold on!
I got a bad feeling about this. ディズニーはインディ・ジョーンズをテーマにして、その年に登場した新しい乗り物を宣伝することにしたのです。予想通り、ショーは映画シリーズのセットやキャラクターが登場する巨大なスペクタクルとなりました。その中にはインディ・ジョーンズとマリオンのモノマネも含まれていました。マリオンは困った時には、インディと声を張り上げていましたよ。誰もこの列車事故を救うことはできませんでした。第5位、フェイクパフォーマンス。レッドホットチリペッパーズがスーパーボール48にゲスト出演したとき、皆熱心にギターを弾いているにもかかわらず、その楽器が接続されていないことは明らかでした。これにより彼らがパフォーマンスを偽装したのではないかと非難されてしまいます。その直後、ベーシストのフレアがバンドのウェブサイトにボーカルだけを生演奏にして、ベース、ドラム、ギターを事前に録音してというのは NFL のアイデアだったと文章を載せ、潔白を証明します。第4位、マルーン5。 NFL の各チームがクォーターバックのコリン・キャパニックとの契約を嫌ったことがきっかけで、アーティストたちがショーへの招待を辞退しました。それでもパフォーマンスに踏み切ったマルーン5は当然非難を受けます。多くの人は有名なアーティストこそハーフタイムショーをボイコットして、キャパニックの指示を示し、抗議を黙殺した企業を罰するべきだと考えていたからです。バンドが演奏している間もファンの間ではこの問題が頭から離れませんでした。第3位、エビルスモノマネ芸人のマジックで大失敗。1990年以前のハーフタイムショーはポップスターを中心としたものではありませんでした。例えば1989年のメインアクトはエルビス・プレストという名でマジックを披露するモノマネ芸人だったのです。冗談ではありません。彼はバックシンガーを従えて観客に4枚のカードから選んでもらうカードトリックを披露します。拍手の大きさで選ぶカードが決まっていたのだそうです。 NFL は今後この方向性を採用しないことを決定しました。第2位、プリンスへのトリビュート。このショーでジャスティン・ティンバーレイクは個人であるプリンスへのオマージュとしてプリンスの映像を大きなシートに映し出しました。彼はプリンスのホログラムを使用しないと約束していたのに、映画「パープルレイン」から「I would die for you」を歌ったのです。ホログラムとまではいかなくても、プリンスへの敬意を書いた行為だとファンは憤慨しました。興味深いことに、プリンス自身も以前、伝説のミュージシャンを蘇らせてコラボレーションする技術に否定的な意見を述べていました。続きを見る前に、チャンネル登録と通知設定をお忘れなく。最新動画をチェックしてね。通知はすべて不定期から選ぶことができます。第1位、ジャネット・ジャクソンの衣装の不具合。ファータイム。
ジャスティン・ティンバーレイクは2004年のハーフタイムショーでジャネット・ジャクソンの服を脱がせ、視聴者に彼女の胸を見せてしまいました。間違いなく1位ですね。ジャクソンが恥ずかしそうに自分の体を覆い、ショーは大混乱に陥ったのでした。そして視聴者の親たちの逆鱗にも触れ、この映像は何度も繰り返し流されたのです。結果的に私たちは何度もその恐怖を味わうことになりました。 Very embarrassing moment. It was a very embarrassing moment. Yes. さて、あなたの感想はいかがでしょうか。コメントで教えてくださいね。